自己紹介から始めるか。はい、あ、始まりました。始まりました。どうも、ちょっと遅くなっちゃいましたけれども、はい、大変申し訳ございません。ちょっと、まあ、いろんなトラブルがありまして、はい、まずこの格好の説明からさせていただくと、そうですね、今日はあの、まあ、いろいろなトラブルがありまして、主張と主張のぶつかり合い、はい、男と男の討論、今日はあの配信なんで、はい、あくまで僕はちょっと中立、どちらにも味方しないよというレフリーの立場です。で、僕もなぜかこのような格好をしておりますけれども、エキサイトした時に止める人が必要だということで、覚悟ができております。空手の有段者である折笠さんをちょっとちょっと、これだな、これヒゲ粘着ない。ヒゲないないです。ヒゲが速攻外れると。で、これ、はい、あのこれ冗談、まあ冗談なんですけど、はい、折笠さんのこの格好は冗談なんですけど、はい、でもみんな多分分かってないだろうなっていうことが一つあって、あのプロレスじゃないっす。そうですよ、たらたらだから僕はガチガチで、はい、多分だから最後に口聞いたのいつみたいな話なんですよ、多分この両者は。非常にね、過去には因縁もかなり、因縁よって俺が多分今まで格闘ゲーム人生で見てきた因縁ランキングで多分トップ3に入ります。本当に。そうですね、それが今からここで決着をつけることになるで、本当にあと本当にわずかな可能性ですけど、はい、あり得るんで、一応あのこういう状態だから、クラウチングスタートで常に配信中はいてください。わかりました。じゃあとりあえず、はい、まあ、最初にじゃあ小郷さんから、はい、お呼びしたいと思います。はい、じゃあ小郷さん、じゃあお願いいたします。おもそかな雰囲気はやっぱり消えませんね。と思いきや、いきなりビール缶を片手に持ってきましたね。おごさんです。おごさん、ね、ああ、どうもよろしく。おっす。あ、よろしく。え、かなり飲んでますか、もう。うん、来る前から飲んだんだよ。来る前から飲んでました。そう、時間がさ、微妙な相手さ。あ、そうなんですか。うん、でちょっと飲んできて。そうそうそう、飲むしかないじゃん。暑いし。そうですね、でちょっと今日まあ急なお願いだったんですけど、つうかさ、言わせてくれるよ、はい、梅ちゃんから連絡あるさ、ほんとろくなことないんだよ。これマジ、これろくなことじゃないですか。いや、これ6じゃないだろ。そうすか、6でなし。で、梅ちゃんから覚えてんだけど、うん、ここね、何、2年で3回お前から連絡あって、はい、1回目、はい、漫画出てくれ、はい、カーッつって、うん、まあいいよっつって、はい、で2回目、去年の第5ああ配信、あ、まあ、これもそうなんですけどね、これもそうなんですよ、つって、うん、まあいいよっつって、はい、で、これ、はい、なんか、ほら、あの漫画でどうこうっつ、ああ、そうそう、あれになって、ああ、そうそう、で、梅ちゃんがなんかいいアイデア思いついたらしいんでっつって聞いて、もうピンときたもん。まあでもね、まあ、あの人生を彩る1ページじゃないですか、どれも。捉えようによってはプラス。口うまくなったね。ちょっと、ですね、ちょっと驚いて。で、ちなみにどうですか、今日来る感じとして、うん、てかもうマジで、まあちょっと言いづらいかもしれないです、うん、会話してないですよね。してないよ。どれぐらいしてないですか。お、分かんないんだよ、うん、多分10年くらいしてなくないですか。いや、10年までいかないよ。だって今2017だろ、はい、2007、いや、それでも10はないよ、多分。10はないですか。でも相当口聞いてないですよね、顔合わせても。うん、まあ合わせ会もほとんどないしな、実際。あ、まあそうですか、うん、まあイベントとかでね。で、ちょっと、まあ、その、倉橋さんも到着してるんですけど、その前にですね、何があったのか、そうですね、事の顛末の方をちょっと、そう、それをちょっと、まあ、知らない人もいるだろうし、うん、まあ、王さんも多分あんまりよく分かってないと思うので、ね、そうですね、はい、ちょっとまあそこ説明を先にしようかなと、はい、その後にご登場いただくということですね、はい、あの満を持して倉橋さんも、はい、まず、漫画がまず発端ですよね、事の。漫画が発端ですね。はい、まあ、更新されたばかりの、はい、ファイティング、何でしたっけ、正式名称、梅原ファイティングそんなバカな、そんなバカなことがあってみたいな、ファイティングトゥーライブだっけ、違います、梅原ファイティングゲーマーズです。そうですか、すファイティングゲーマーズの最新話で、はい、まあ、漫画の中で小郷対倉橋っていうのがあって、はいはい、まあ、結構いい話、うん、いい回だったと思うんですよ、個人的には、ね、面白かったなと思って、ね、そう、面白い面白いと思ってたんですけど、はい、まあ、それに対して、まあ、登場人物の、奈良県の、はい、モデルである倉橋さんが、はい、あのちょっとまあ
ツイート、それに関してツイートしたされたと。それが、はい、出せますかね。そうですね、ツイートの方をちょっとそのですね、まずその世間の評判の部分と、はい、倉橋さんが何をつぶやかれたのかっていうのをちょっと出せるかと思いますので、そちらの方ちょっとお願いできますでしょうか。はい、はいはい、じゃあこちらですね、はい、これはちょっとあのすいません、一応このツイートかん、まあね、一般の人の部分はモザイクかけてますけども、はい、でこれ楽しみにしてますとポンポン言っていただいて大丈夫です、はい、おすげえこんななってんだ、かっこええとマジでパンと、倉橋さんのツイートいい人そう大臣が、こんなに面白い企画があったろうかって今回のこの企画のことに関してですね、あの期待をこう、もうそこ行っちゃうの、行っちゃいましたかね、ちょっとね順番からねおかしいかもしれないですけど、まあ、ほぼ確実に倉橋が強いのは間違いないからなというで、これが本人ですね。そうですね。ちょっとまあいいや、読み上げて、倉橋さん個人の、ツイートですね、サガットに負けてキレるはさすがにない、俺が本当に強いと感じたサガット使いはチューブの4代目サガットだけ、王には負けた記憶なしというツイートをしたんです ですね。これ多分乗っ取られてない限り多分本人がツイートした、ね、ない限りは多分本人がこれをツイートしまして、でそれに関していろいろとまあ物理をかもしてですね、こんにちは、漫画倉橋さんの敗戦なのですが遊び発言に切れていたので冷静に小郷さんと戦えずああなったのかなと自分は思いました。なので冷静に戦ったら違う結果になりそうというか、まだまだまあいいやってことに適当に言って、で、まあ、これ感じたの本人ですね、漫画の展開上ああいった表現になったんだと思われますが、自分は今までエンジョイ勢を否定したことは一度もありませんね。ただ自分の遊び場かっこ戦場を邪魔されたら切れてたことは事実です、はい、あとかぶせについてですが、ここ重要ですね、実力で負けた悔しさから佐賀にダルを出すとかは絶対ないですと。絶対ない絶対ない、はい、はい、じゃあ次の方お願いします、梅漫画なんかうさんくさいですねそうですね、結構な嘘が、そうですね、結果的に、はい、で本人、対戦の勝ち負けまでねじ曲げられるのはちょっと来るものがありますよねと。あ、そうですね、はい、大阪動きまあ、でその後にまあちょっといろいろとありましたけど、まあ、そういう感じ で、で次で、はい、お願いします、パン食ってたとか勝手にファンタジーしとけばいいけど対戦結果を作るのはダメっしょって話とは別に、実際当時どちらが勝ったかなんて分かんないよね、俺は負けたら忘れるタイプだし倉橋も怪しい、似てるから、だからこそ本人に聞いてあげてほしいな、勝ち負けどうしましょうって、現在10先して勝った方が、漫画の勝ち負け決めれる権利とかどうでしょう、倉橋俺は一向に構わんと、一向に構わんってことですね、はい、いろいろあって本人が、それだと主人公のクソガキ最後負けちゃうけどいいかな、そうですね、クソガキというのは多分これは俺かなっていうことになりますね、俺のことでしょうね、はい、まあ、そうそういいかな、ね、長いな、そうですね、まあ、とにかく、まあ、こんなことがあったわけですよ、うん、あの、まあ、こういうツイートを漫画に関してしたと、うんうんうん、それをまあちょっと今日実際どうだったのかっていうことをやっぱり確認をね、確認もそうだし、まあお互いちょっとまあ正直俺両者のこと知っててかなり対戦哲学というかに違いがあるんで、まあそこら辺ちょっとこうあのね時代を超えてまあ話してもらえたらみんなこう楽しいんじゃないかなと、お互いの対戦感をぶつけ合っていただければと思いますので、じゃあそういうわけで、はい、じゃあちょっとじゃあ折笠さんからハゲてもらって、じゃあすいません、倉橋さんです、ツイッターさらさんって聞いてないからないというのもうどうは責任のんだからあ、ちょっと、乗る間ちょっとごめんなさい、まあ、久しぶりに、久しぶりだろ、お前久しぶりってか、まあね、会ってはいるよね、いや、会ってねえだろ、いや、大会え大会大会ってお前、いつだよ、最後この前の普通に何だっけ、5-on-5とか
あったんですか、見られるの。もう少し、まあ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 、ちょっとじゃあ、まあ、いくつかですね、ちょっと一旦落ち着いてもらって、うん、事前にですね、まあ、確認ということで、アンケート取ってます。アンケートというか、質問をしてます、お二人に。ね。うん、でその質問がこちらに、質問とその質問の回答がこちらにあるんで、ちょっとそれをちょっと一つ確認していったらなと。そうですね、はい、思います。お互いの意見をしっかりと確認した上で、はい、じゃあ後ろのそのホワイトボード、そうですね、ホワイトボードで、まあ両者に質問していることなんで、まあ、そうですね、はい、それは何一つ偽りのない、大丈夫ですか、ここ映してます、はい、はい、いけますか、後ろで違うのあ、はい、撮れますか、あ、じゃあ僕も、おっと、おっと、まあいいや、劇的な感じがして逆に言おう、じゃあまず、じゃあ俺立ってた方がいいかな、うん、じゃあいいですか、最初の質問から、はい、これどう、一個ずつやっつけていきますか、じゃあ最初の質問どっちが強いっていう質問をしました、はい、お二人に、お子さん、俺としか言えねえだろうと、まあ、分かってた回答ですよね。で、それに対して倉橋さん、本質的な強さは分からない。そうですね、理由は、まあ、格ゲーはキャラ差があるからそうですね、ということなんですけど、じゃあそこについてちょっとお二人にちょっと、あ、こういう流れなの。あ、とりあえず、はい、まあ一応質問、うんうん、順番に、じゃあ語れ、俺が、まあ、だからこの質問は、うん、だからどっちが強いっていうのを、どっちが勝敗が多いっていう質問だったら、あ、いや、それはまた別の質問としてあるから、あ、これは強さ、本質的な、あ、それは俺はもう思ってるよ、だって格ゲーって別に、の、なんだろう、本質的な強さってさ、ちょっと分からないじゃん、自分分かっ、あのキャラ下がるからやっぱり、まあまあまあそう、うん、まあそう、で、うん、俺は王さんのその能力が強いと思ってるんだ、はっきり言って、あ、うん、まあ、サガットだから、まあ、限界あるのっていうのが俺の考えだから、うんうん、でそれでそのキャラクターを差し引いた能力ってなると、まあ俺は別にそういう勝ってるとは全然思ってないし、正直、そうそうそう、お、倉橋斜めすぎだってよ、あ、斜め、まっすぐ座れってこと、いや、まあ別に、あの、いや別に、いや、そこは自由です、あの、それぞれスタイルがあるんで、座り方が、別に立って喋ってもらっても構わないですし、私は大丈夫なんですけど、それに対して大郷さん、じゃあってことは、うん、まあ大郷さんはもうじゃあそこに関しては譲るつもりは全く、つうか腕の話だろ、あ、腕の話です、うん、腕の話でさ、うん、あ、梅ちゃん中立だよな、あ、僕中立です、はい、うん、腕の話で実際俺より上手い人ってそう、いた、いないだろいや、あの意見を言う立場じゃないんで、 あくまで場を仕切る側なんで、いや、いや、うまくこのポーズはフィードを落としても、ってことは倉橋さん云々ではなくて、そもそも俺様を相手に誰を前に出したところで、うん、っていうことですよね、うん、分かってるな、おめえ、分かりましたという第1段階、まあまあまあ、そういうということで、はい、うん、まあ、ここはまあそうですね、多分そうですね、でじゃあ次ちょっと、じゃあ2個目いいですか、1したす丸なんで、え、どっちが勝ってたと、これは完全にそのゲーム画面の中で腕とか抜きにして、どっちが、まさに もっと具体的にどっちがよりコイン多く投入したかって言えば分かりやすいかな、負けた方がお金払うシステムなんで、それはですね、小郷さん、あいつの方が勝ってたんじゃねえの、かっこバイソンばっかりだったしという回答をいただいてまして、それに対して倉橋さんの回答が当然自分と、うん、まあここはある意味で、同じ意見ってことですね、そうですね、平和世界、うん、まあ皆さん一致ということですよね、でバイソンが多かった、うん、バイソンが多かったと、いや、多いっつうかバイソンだねそれに対しての倉橋さんのその回、なんていうか意見っていうのは、いや、記憶にないね、記憶にないですか、いや、使ったことある、お前ある
ある、それは認める。で、ちょっと黙ってくれる。あ、分かりました。あ、僕はお前使ったことあるって。普通のな、世間一般の人間の感覚だと、お前と知り合ってどのぐらい経つっけ。18年ぐらい経つよな。まああれだよ、あの最初に会ったのが日米決戦の時だだよな。そう、それはもう覚えてない。あれ何年前、18年前とかだよな。まあ多分そうだね。で、なつで、まあ18年の歳月がまあ流れましたと。でな、うん、使っ、なんだっけ、使ったことあるって言ったんだっけ。あ、おっしゃいました。はい、言いました。確かに言いました。そう、そう、使ったことあるっつう人はお前片手だよ、片手。お前両手両足どころか、もうこの人数いても足んねえだろ。ちなみに、そうだよ。ちなみにこの後ろに 1,2,3,4,5,6 7人ぐらいいるのね。で、あ、7人の両手両足使って足んないですか。70だろお前7人も、7人が70になっても足んねえからお前まあつってもね、1個だけね、こいつがやってたバイソンの攻略でね、なんかまあいいか、そのそこはまた後で。そうですね、まあそれまた後々、うん、はい、語ってもらえる。まあ、じゃあ、バイソンばっかりで、バイソンを使ったことあるかなって。うん、うん、あるよあるバイソン以外もあれ多分あると思うけど、何でも俺と、あ、いいよ、喋って。あ、もちろんもちろん、うん、まあ分かってると思うけど、俺は竹原使いだったじゃん。竹原使い、まあそうですね、いやいや、まあ上位キャラ、バイソン、竜、ガイル、チュンリー、ダルシムっていうの当時は俺結構やってたっていうのは多分覚えてると思う。あ、もちろんもちろん。で、そのじゃあまあ使ってた大郷さんが言ってることを、まあその割合多かったと仮定して、うん、まあ、俺ははっきり覚えてないんだ正直、はい、ここは本当なんだ、はい、使ってたのは覚えてる、はい、だけどその割合がめちゃくちゃ多かったっていうのは正直覚えてない、うん、ガイルも使ってたと思うし、うん、リュウも使ってたと思う、うんうん、多分大郷さんが受けた感じは、あ、こいつ負けたらなんかバルソンかぶせんだなっていうのを多分印象強いんでしょ。多分強い、強いってか多分そう、そう感じてるからそういう発言になるから。そうですね、うん、はい、そうです、うん、はい、そうそうそう。だからなんと仮にじゃあそれが本当だったとして、はい、俺はもうそれはガイルでやる価値がないと判断してバイソンを使ってた。その、あ、ちょっと聞いていいですか、うんうん、やる価値がないっていうのはどういう意味。 IT、 はい、要はもう真剣勝負じゃない自分の中で。あ、これはでも漫画にも出てきたテーマだし、もしかしたら多分今日の一番のこう衝突ポイントなのかなっていう気もするんですけど、うん、じゃあちょっとそれ取っときますか。真剣勝負じゃない、それともここでやっつけますか、その問題。やっつけます。メインテーマなんですけど。そうです、もうなんかメインテーマ、いや、あの、ちょっともっとライトなものがあるんで、じゃあ、じゃあこれは後にしましょう、うん、戻ってきましょう。あ、なるほど、うん、ちょっと多分重いテーマなんで次のじゃあ質問、かぶせたっていう質問ですね、うん、まあまあこれはちょっと今の話と似てるんですけど、うん、お子さん一度もない、一度もない、はい。で、倉橋さんの回答、当時から、まあ、今言ってましたけどね、当時から複数キャラだったため同じ組み合わせに飽きたらキャラを変更することはあったと、うん、まあでもまあ今の回答なんで、まあ、これはじゃあ飛ばして、うん、気に食わないところ一人でなぜこの質問するのお互いの気に食わないところがあるっぽい方で、まあ、一応そこです。いや、折笠さんがあれ考えてるって俺、いや、ちょっと待って、思っちゃいけないよね。なんでそういう嘘つくの。いや、ちょっとちょっと待って、ちょっとあの、お静かにお願いします。いや、で、まあね、大郷さんはありすぎて書ききれませんね。で、倉橋さんは対戦感かっこ美意識の押し付けが気に食わないね。まあ、ここもまあ多分後でさ、次の多分その真剣勝負の話になってくるから、はい。で、で認めてるところ逆にいい話です、これ。大郷さん、ゲーム好きなんだね。っていうか一問一句たりともそのまま書いてんだろお前。あ、はい、うん、でその次、倉橋さんの回答、弾の見えづらい細かな攻略をいち早く取り入れた人だと思っていると、まあ、これちゃんと認めてる感じがありますよね。まあ、ここら辺も多分後から全部話し合ってもらえればと思うんで、でちょっとまあじゃあライトなところで漫画の気に入ってるところ、まあ、一応これ漫画きっかけだったんで、ウゴさんは刀千百、刀千百が出てきたことが気に入ってるってことですか。いや、もうあれは全てじゃないか。あそこが一番気に入ってますか。いや、すんげえ気に入ってるあれ。え、それは、その
ちゃんと書いてるとかそういうことだってさ、俺作者の健吾郎先生にさ、はい、まあ、飲んだ時に、うん、何要望あるかって言われて、うん、いいのっつってそこでもうテカテカでさ、ワクテカでさ、俺こういうバイク乗ってて、うん、出してほしいんですよっつって、あ、じゃあそれが漫画に登場したことがもうもう自分があれだぜ、自分の愛車に乗ってる、しかも色も指定して、あ、そうあ、なるほど。で絶対第2回あるんだ、あ、そのバイクに乗ってるシーン、それ言っていいんですか。あ、大丈夫うん、ありますよね。分かんないですけど、まあまあまあストーリーに関係ないんで、まあで、もう一個が革ジャンの形だね。うん、超こだわってた、うん、それもちゃんと先生が再現したと。先生にそう、このエアロレザーっていうブランドの革ジャンが、革ジャン愛用してて、おはようございますっつって、うん、先生もはあみたいな感じでなるほど、わかりました。じゃあそれは大郷さんが漫画の気に入ってるシーンと。いやもうね、すごいよね、あれだけは撮って、あの缶だけ撮っとくよ。あ、そうですか。まあそう言わずね、前回撮っていってもらえればと思うんですけど、でじゃあ倉橋さんが、自分の対戦感や当時のゲーセンの雰囲気はよく表現されていると思う、あと女の子が可愛いと。まあ健吾郎先生の女の子の絵は、まあ、まあ評判ですからね。はい、健吾郎先生のケツがね、本人は骨盤にこだわってるらしいです。骨盤、はい、本人ダウンですか。仙骨とかはすごいですね。仙骨。え、ちなみに出てきた女の子キャラで一番気に入ってる女の子キャラは、まあ会ったことないけどお前の姉ですね。あの絵だけでな。あ、絵だけでね。絵だけで、ね。まあお前の姉だけでちょっとムカつく。まあキャラクターとしてね、漫画のキャラクターとして可愛い。可愛い。わかりました。であと当時の対戦感やゲーセンの雰囲気はよく表現されてると。そうされてるね。それはまあそうですね。やっぱり。うん、はい。まあ、そこは本当にあの漫画の推しポイントなんで評価してもらえるのはありがたいです。でじゃあ次、漫画の気に入らないところ、大郷さん、梅ちゃんだけイケメンすぎ。そうっすか。いやお前さ、いやお前ちょっと一巻見てみろよ、二巻とかそこにあんじゃん。いや確かに俺、うん、まあでも良くないっすか、主人公だし。それいや、うん、いやそれなんかでもな、だってちなみに息子にこれどうっつって言うと、うん、ヒゲのおじさんっつってパパに似てるっつったら、似てないっつったからね。悪いけど、まあそうですか、まあ、それはじゃあちょっと直接本人にクレーム言ってもらって。先生その前似てるって言ってたじゃないですか。最初の登場シーンの振り向きだけパパっつって、その後はもう一個も似てるって言われなかった。いやでも、いやなんかやっぱ漫画が盛り上がってくるにつれて、うん、なんか似てきてますけどね。そうですね、今回とか結構気合い入ってたと思うし、うん、そうかな、まあ、人間なんで多少のムラは。あ、そうだね、そうですね、それはあるな、はい、で、対して倉橋さんが、誇張表現、よく怒っている描写があるが内面で切れてもあそこまで顔に出してた記憶はないと。まあ漫画だしな。でも自分の顔わかんないじゃないですか。わかんないね。あの正直僕もっと怖かったと思ってますけど。あの多分富樫先生だったらオンって多分やってるようなような風な気がしたんですけど、まあでも、まあ、誇張表現だと。うん、まあそうだね。俺はまあ、まあでも内面は別にまあ合ってるよ。ああいう風に思ってた。まあそういう感情とかそういう感情表現うまいなと思うもん。ああ。よく俺そんなになんだろう、まあ昔喋ってたけど、うん、あんまり自分の対戦感とかまあ喋った記憶はなかったんだ。まあ喋ったかもしれないけど。はいはいはい、それにしてはそのなんだろう、漫画の俺の価値観とかは、はい、まあ概ね ほぼ。あ、そうです。再現されてるっていうのは。それに関してはこれが。いいことなのかどうか分かんないですけど、うん、かなり当時言ってたことを覚えてるので、あのそれがまあもしかしたら場合によっては不利に働くかもしれないですけど、まあ一応僕はすごい覚えてます。あ、まあ、すごい覚えてます。だからあれはあの多分あの再現されてる。俺はびっくりしたから本当に。あ、本当ですか。あ、よかったです。で、なんだっけ今ので、あとその今の話だけど、はい、結局その大郷さんがその、あ、後ろに書いてあるんで、後ろ見ろよ。一応その別に CG とかじゃないんで、はい、だから梅ちゃんだけイケメンっていうのと一緒で、
なんかお前少年漫画の主人公っぽく描かれてんだ、うん、まあ、実際その主人公だから、いや、はい、そうですね、分かるんだけど、まあ、実際なんだろう、雰囲気的に言ったら 俺の雰囲気イメージだよ、はい、この前ちょっとあの22年目の告白って映画見てきたんだけど、はい、まあ、ちょっと分かんないか、あ、まあ、まあ、そうですね、それで、まあ、曽根崎っていう、まあ、キャラクターが出てくるんだけど、曽根崎で、まあ、結構ニヒルな感じで、なんかすげえ嫌な、あ、ひねた感じのキャラなんだ、はい、まあ、そんなキャラ、あ、でもそれはだったのに、そのなんで漫画であんなに、なんつうの、少年漫画出てくるような、あ、それはあのじゃあはっきり言えるんですけど確かにそうだったと思うんですけど、うん、それやっちゃうと、うん、ちょっとやっぱりキャラのキャラ立ちっていうか被るから、やっぱり俺はその中立、まあ、こうああいう熱血系じゃないとちょっと漫画としては、はいはいはい、だ誇張表現って言うけど、うん、やっぱり読んで楽しいのが一番だと思うから、まあそれは間違いない、ただ、うん、必要なんですよね、うん、それをなんか全部俺が一心に被ってるのは気に食わない、一心に被るなるほどですね、まあ以前大貫さんという方があの漫画に出てて、いや、あれね、あれは部外者じゃん、部外者っていうか俺一視聴者として読んでたんだ、はい、爆笑しながら読んでたよ、あ、そうですか、似てんなこうやって、大貫こうだよなと思いながら、多分皆さん今爆笑して読んでるんです、うん、そうそう、はい、ね、はい、そこまで良かった、そこまで良かったけど、その空気みたいになるよりはいいかなっていうふうに、うん、まあ普通にちょっと思うんですけどね、だから大貫は顔芸やってたじゃん、やってたじゃん、まあ、結果として、いや結果としては本当にやってたじゃん、はい、字があれだから本当に、あ、漫画もまあいい表現されてんな、あ、なるほど、あ、再現度高いな、なるほど、でもまあ俺はまあ思ったけど、はい、俺の再現度に関してはちょっといまいちですか、ちなみにその、あの、あ、これは別に大さん専用とかじゃないんで、もし飲みたければどうですか、うん、飲みますか、あ、大丈夫、俺は酒飲めない、あ、そっか、梅ちゃんも飲めよ、いや、まあ僕レフェリーなんでいや、いいよ、え、飲めよ、いやいや、レフェリーなんで大丈夫です、とりあえず、いや、飲めよじゃあ後ほど、じゃあ一人で飲んでもつまんねえんだよ、まあそれはわかります、じゃあ大さん、あ、俺が飲んでください、いただきますじゃあ、本当起点が大きくなったの、いや、でですね、うん、さっきの話で多分今日のメインテーマになると思うんですけど、うんうん、さっきね、うん、ちょっとまあ言ったその真剣勝負じゃないと思ったと、うん、そうだね、真剣勝負じゃないと思ったから、うん、バイソン使ったり、うん、ダルシム使ったり、はい、したと、まあそのかぶせたんだったら俺の意思はそうだってこと、別に大郷さんに限らない、はっきり言って、今までいろんな人と対戦してきたけど、あ、もうこいつと真面目にやる価値がないなと、まあ、自分の中の価値観だよで判断した時は、要はかぶせを使ったことは普通にある、であと唯一か、まあ、かぶせたっていうのは、まあ、梅ちゃんとやってた時は、まあ、あれはまあおちゃらけだよね、お互いなんかかぶせたとかしたじゃん、おちゃらけっていうか悪意というよりかは、まあ、まあまあその別に覚えてるだろうけど、俺っていうかそのお互い複数キャラ使いだったじゃんあの時、そうですね、だからまあそこはまあとりあえず今日は、まあ、今日はメインじゃないんで置いとくとして、うん、さっきでもその、うん、まあ最初の質問にあったように、うんうん、腕があるかないかっていう話、質問に対しては、うん、いや大郷さんはぶっちゃけ腕があると思ってる、うん、思ってたと言ってたんですけども、うんうんうん、腕がある相手だったのに、うん、こいつとは真剣勝負にならない、うん、真面目にやる価値がないって判断した理由っていうのは、うん、あるよ、明確にあるよ、明確にある、明確にあるよ、それはじゃあ何でしょう、あの 2P かアッパーカットだとは諦めてた、逆っすよね、多分 1P ですよね、あ、ごめん 1P、 えってことは 1P でタイガーアッパーカット出すのを諦めてるようなやつと、うん、メインキャラで対戦するのはバカバカしいと思う、うん、いやというか俺はあの直接最初から仲悪かったわけじゃないから、あ、それは、はい、話したよね、はい、知ってます、でその時にまあ俺は大郷さん強いなと思ってたんだよ、あ、さっきも言ったとおりで、そのいやあっで一緒にチームとか組んだことも当然あった、あ、ありましたありましたありました、それで、うん、あったなんだろう、一緒にチーム組んでチームとか、うん、大会とか出る以上を全力を出してほしいって思うのはまあ当然だよね、まあそうです、それはそうです、それでもちろんそのアッパーカット、まあ、対空飛ばす、あの球の打ち方はもう超一流だし、うん、飛ばせる技術はもうずば抜けてるわけじゃない、あ、そうですね、だけど落とせなかったら
ねえ、アパー出さなかったら、落ちなかったら元も子もないから、意味がないから。そうなんですけど、そこだったんですね。そうだねその二十数年俺勘違いしたかもしれないですけど、ワンピーでアパカが出ないから、あと言ったんだ、直接言ったんだ。だから大郷さんにワンピーからアパカを練習しましょうよってのを言ったことがある、うん、ああ、うん、まあ言いそうですよね。言った。そしたらで、そして帰ってきた答えが、ワンピーはストツじゃねえよっていうことそれはどうなんですか。ちょっと相手がいることで、対戦相手はじゃあストツしてないってことになるわけですよね。いや、覚えてないわ、さすがにそれは。まあまあ、まず多分冗談で言ったんだと。まあ冗談だろうけど、まあ王さんの人を知ってるんでまあ多分冗談だと思うんですけど、うん、それを受けて、うん、王さんどう思いますか今。いや、持ってるっつうか、なんか、まあ、保険かけすぎだし、なんか かゆいよね。かゆい保険かけすぎ。ああマジで。あ、それ保険かけすぎってのは何に対しての保険。え、あれ、もともと何の話だったっけ。これは、うん、お坊さんに対してガイルを使う価値がない、なぜならこれは真剣勝負じゃないからだと判断して、そ で、その理由がワンピーでアパカ出さないからだと。ああ、そこが。いや、そこらしいんですけど。あ、そうなんだ。じゃ、まあ、まああいつがそういうならそうなんじゃないの。え、その保険かけすぎって何だったんですか。球がどうこう言ってたじゃん、なんか球の打ち方がどうこうとか、うん、あ、それはまあ、それはまあ置いとけやって話じゃんあ、なるほど、ちょっとこう中和してきたってことですね、うん、なるほどうーん、まあ、なるほど、まああれだけどね、今全く苦じゃなくなっちゃったけどね。何がですか。ん、そのワンピー側のパカッと。あ、今も出るんですか。うん、もう全然苦じゃなくなっちゃった。 あのさ、まあ、まあ打足チックだけど、うん、何、梅原餅ってやつ。あ、はいはいはい、うん、あれいいね。あ、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あれいい。あ、よくありがとうございます。確かに昇竜拳はまあ出ます。出る。うん、全然普通。でもその、なんすか。じゃあちょっとじゃあ話を戻させてもらいたいんですけど。あ、ごめん。はい。ちょっと今話をこしょって言われるんで。いや、全然大丈夫です。あの、で今それと。うん、今何の話、これだっけ、これは今これは喋んなくていい、まあ、この美意識の、まあ、じゃあこれも、じゃあどれも、いくらでもそれもこの中から自由に取り出してもらって、はい、俺がその、まあ、気に食わないところは、うん、まあ、お坊さんの美学は分かるの、俺分かる、うんうん、お坊さんと話したことあるし、うん、お坊さんの対戦に対する価値観も分かる、うんうんうん、例えばそのだけど、その分かった上でその例を出すと、昔そのガイル対竜かどうかはちょっと分かんないけど、うん、飛んで勝つガイルは認めないってお坊さんが豪語してた。竜、ちょっと分かんない、組み合わせは分からないけど、要するに飛びをメインにして勝ったりするのは邪道っていう発言をしてたわけよ、うんうん、なるほど、俺に対して。ちなみにちょっとこれ確認なんですけど、うん、これ、うん、俺も聞いた時は、あ、言ってたって言った方がいいかな、うん、中立なんですけど。だから、まあ、あの気になるところは言っていいと思うんですけれども、うん、都度都度言っちゃうと、その論点が多分いろいろ。ああ、そうですか。ああ、まあまあ、じゃあ、まあまあ、じゃあ、はい、じゃあ、相槌ぐらいでいいんじゃないですか。ああ、言ってない。うん、うん、うん。あ、で、いいの、続き。あ、どうぞ。で、それで、あの、なんだっけ、今。あ、ちょっと、どう忘れちゃったか、うん。いや、飛ぶのがちゃんと。そうそう。あ、そう。飛ぶのがちゃんと。それで、それを自分がまあ実践して貫くのは全然俺はもう構わないと思う。例えばそれが、うんうんうん、まあ大川さん以外で言うとカメラ屋さん、うんうん、まあ、名前出していいかちょっと分かんないけど、うんうん、俺はカメラ屋さんは腹が立とうってない。なんでかっていうと、うん、カメラ屋さんはまあ足場にこだわりが持ってる、うん、でもうそれで本人は完結してるわけじゃん。俺はこのスタイルでいくよっていうのは完結してて、うんうん、それを他人に強要するわけでもなく、そのなんだろう、うん、強要してないから、うんうん、あ、この人はこういう人なんだな、でまあ終わりなんだよ。それでまあカメラさんと真剣勝負するかどうかは別だよ、うん、別だけど、まあそこで別になんだ俺が目くじら立ってて怒るような話ではないんだけど、大郷、うん、さんの場合は要はそのそれが人に対して例えばまあ誰のことを指してるかわからないけど、うん、そのまあその飛んで勝ってるガイルは
ダメ、うん、あんな認めらんねえや、うんうんうん、ってのは、でもそいつが飛んで勝とうが何しようが俺は勝ってる時点で正義だと思ってるんだ俺は、うん、でそれを何だろう、うん、結果じゃなくて、うん、口でいちいちその言うのは、うん、まあ俺の性格上許せないと、おう、うん、結果で示せと、うんうん、文句があるんだったら、文句があったりその、うんうん、対戦ってのはそういうもんだって、おお言いましたね、うん、完全に言い切りましたね。だから口で例えば俺も同じこと言うかもしれない、うん、似たようなことを大郷さんと同じことを発言するかもしれないけど、うん、その代わり言った言葉の責任は取るよって。だから例えばお前、例えば俺が今、まあ、ツイッターでね、まあ代打に勝ったとか、うん、まあほとんど言わないけど、まあ今回発言したけど、うん、まあそれではまあまあまあね、うん、それでその仮にそのじゃあお前、まあ、じゃあその実行しろよって、うん、やれよって、うん、10先勝負しようぜみたいな感じで仮にあったとしたら、うん、まあ俺当然受けるし、自分の発言ってか自分に嘘つきたくないからそこは、うん、だからそれだけなんだよ。だから結局なるほど、そう人に対して押し付けてるのは、うん、気に食わないなるほど、まあこれはでも分かりやすい一応理由ではあったんですけど、うん、どう思いましたか今の話を聞いて。だってぶっちゃけガイル俺使ってんじゃん。あ、そうですね、使ってますね、うん、で今この彼が言った理論を、うん、そのまま実践してるつもりなんだけどね。飛ばないで勝つってことですか。うん、ソニックの削り投げで押し込む、俺それやってるつもりだけどね。真っ向から。いやだってぶっちゃけ、はい、まあ、スタッシー知ってんだろ。いや名前しか分かんないですね。あの柏木くん、うん、この間やったろ、うん、で柏木の、あ、柏木じゃない、サッシだ、はい、うん、でサッシ龍がまあ何ガイル戦鬼のように上手いの、あれ。あ、なんかそうらしいですね、うんうん、まあ、変態だあれ、うんうん、で俺の見たか知ってる限りあいつに勝ってるガイルって見てない。で死ぬパターンが、うん、全部ジャンプチョキックで飛んで全部勝利でえぐられるの。あ、で球の打ち方が上手いんじゃないんだよ、うん、球を打たないで試合を成立させるんだ。おお、へえ、うん、あれがね、あの、でもガイル絶対勝てないじゃん、飛んだら。まあ、球打ってないわけですね。そう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 、でも全部大勝利。ああ。だ、うん。で、まあ、飛んだら勝てないんだよ、ガイルは。うん、俺は強烈にそれを実感した。ああ。そうだろうなって。だって、25ぐらいからそれを持ってて、うん、で、ガイル使い始めたのがさ、うん、梅ちゃんとさ、俺、下がってるよ、いつだかやって、はい、どこだっけ、埼玉の田舎だよな。なんか やりましたよね、うんうんうん、でやって、うん、で梅ちゃんがあの結局さなんか相当やられたんだよ。あ、そう、うん、まあ勝ったかな、うん、そう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 、あ、で、まあぶっちゃけあの時何これ下がっと無理じゃないっつって、梅ちゃんのさ技術がさ、まあちょっと打足的な感じで申し訳ないんだけど、うんうん、梅ちゃんの技術がお前は気づいてないかもしれないけど、うん、無意識にさあれ飛んでないの確認してから波動コマンドを成立させてる節があるじゃん。節、まあ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 、うんうん、あれってあれだろ、そのなんつうの、これやってますっていうのは声を大にして言えないけど、うん、でもお前無意識でおそらくやってたんだよ、うん、で何飛び蹴りが当たってもこれってねえじゃん。あ、そうですね。で波動で押し込まれて、でさ梅ちゃんのすごいとこはさ何全身バンバンしてきて、うん、でもどんどん隅に追い込まれる、うん、ああ下がって無理だねっつって、ああそれから帰り始めたんだよ。あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあその埼玉で対戦したのがきっかけで、うん、そう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 、で帰りやるんだったらこういう、うん、俺ならこう使わなくてのがずーっとあった。あ、イメージが、うん、で帰りだけは誰も極めてないキャラだと思ってたからさ、うん、で帰りを始めたと。だけどそう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 、でまあ俺はまあその、うん、彼が言った理論っつうの、はい、うん、だいぶ実践してるつもりだけどな。でそれは俺の動画を見てもらえば分かることだと思う、はっきり言って。なるほど、うん、ということはじゃあそのまあ、誰かに対してあんなのおかしいよというふうに、うんうん、まあもちろん面と向かっては言わないでしょうけど、うん、そのまあ周りにあんなのは理想とは程遠い、あんなので勝ってもしょうがねえよということは言ってたっていうことです。うん、うん、その自分の中に信念があればそれはいいよね、うん、でもさすがに例えば何
ね、剣でつかみばっかりしてるのはないねとか、うん、ありえないじゃん、そういうことは言わないよ、うんうん、自分ができそうなことしか言わなかったな、さすがに。ということなんです。聞いてて今どういうふうに、でそのガイルで、まあ、飛ばないのは間違いないだけど、うん、俺からすると、うん、飛ばないって分かってたら、うん、打つよね。このだから俺あ打つ、そうですね、うん、確かにそれはそうですね。これは大郷さんが、うん、俺が大郷さんを全く知らないと、で大会で一発勝負で当たったと、それだったらいつも通りのプレーをして、うん、大郷さんがその、うん、いつも通りの俺に対して勝つ可能性はある、うん、だけど、まあ、この人も美学、なんか変な美学持ってるし、うん、そのどうせ飛んでこないんでしょっていうもう確信があれば、うん、例えばあの普通だったらこいつここでちょっと追い詰められてるから飛んでくる可能性あるなって時でも、あ、お子さんは飛ばねえわっていうので、はいはい、波動波動、はいはい、鳥かご、はい、真空溜まった、うん、なるほど、っていうのが成立しちゃう。まあ確かに、うん、であとそのちょっとまあ付随するあれなんだけど、そういう美学っていうのは、うん、俺はその視野を狭めると思ってるんだよね。視野っていうかその戦略の幅、うんうん、なるほど、うん、要はその安心しちゃう。俺が大郷さんとやった時に、うん、そう意識配分が少なくて済む、うん、ちょっと長そうだから面接行ってみます、うん要するに全体的な攻略をしてる人の方が、うん、攻略とか何やってくるか分かんない、対戦こいつ飛んでくるかもしれないし、もしかして一回も飛んでこないでやってくるかもしれない、うん、確かにそういうやつの方が俺はやりづらいし、うん、大会なんか、うんうん、でそういうなんだろう美学を持ってる人は俺は大会で勝ちに行くのは無理じゃないかなって思ってるし、うん、まあ俺ははっきり言って何でもやるから、うん、正直、うん、あなんかこれ使い通戦法あったなと思ったらすぐパクるし、なるほど、うん、もうその辺のまあ柔軟性っていうのは、うん、まあ、美学が邪魔してできないんじゃ、まあ、二流かなと二流、うん、まあ、二流ってか三流でもいいや、何でも三流でもいいんだけど二流でも三流でも五流でも何でもいいけど、まあ、なんか一流じゃないと、まあそうだね、敵じゃないね、敵じゃない、敵じゃないと。そうそう、やめます、なるほど、ほぼそうですか、なるほど。どうするんですか、帰ってきた時にはどう伝えを。いや、まあ、まあ、まあ、一応そのレフェリーの一応こういう攻撃があったよっていう。なるほど。いやこれは予想以上にきちんとぶつかっていただいて非常にありがたいですね。ありがたさとかですかね、心臓とかカットマンとか今思ってるんですけど、じゃあブレブレお願いします。あ、つまり要約するとですね美学が邪魔して戦略の幅がないやつは二流だから敵じゃないというお話で一応締めていただきました。っていうかさ、ぶっちゃけだってさ、俺お前と何こいつの対戦見てて、はい、飛びはないなって瞬時に思うわけよ。思ったのよ瞬時に。2000何年ぐらいだっけ。いや年後はちょっと分かんないですね。2000年の前半ぐらいだよな、なんかやったの。あ、そうですか。はっきり覚えてないけど、新世紀を守らない頃に でやっぱだってさ、はい、何その飛ぶってさ、はい、あのゲームのあれじゃない、肝じゃない。まあそれは大郷さんと俺は初めて会った時にもうすでに言われましたからね。うん、うんうん、もうぶっちゃけその何そこって動かないポイントじゃん永久に。まああのゲームの、まあ、一部キャラのでさ、まあルール上そうですね、うん、うん、そうそうそう、で飛ばないで勝てるに、まあ、越したならそれで、それあ、いや飛ばないで勝てるならそれに越したことはないわけでさ、うん、うん、だから俺もあれだよ、何そのなんつったの、飛ばないで勝つ美学がどうこう、美学が邪魔して戦略の幅が狭まる。うん、美学じゃない、そこで画面端で穴蔵だけでしのいで勝つスタイルを確立できたからこそそれを実践する、うん、それが全てじゃね。
っていうことは美学じゃなくて美学じゃないよ理論だってことですね。美学じゃないよそんなの。だって飛んで落とされてもうはめ殺されて死ぬ人間もあんだけ見てさ、うん、飛ぶってなくねって。でしかもあのジャンプ中キック一発でペコって終わってさ、お何位置で飛び込み、うんうん、あれリスクしかないじゃん。ってことは、うん、別に美学じゃなくて、うん、理論を追求した結果、うん、飛ぶのはありえないという結論になっただけってことですね。そうだね。じゃあ純粋に勝つっていうことを追求した結果が飛ばない。そうだってさ、ゲーセンに例えばだよ、はい、今大会の話してた。大会の話はだいぶ前ですけど出ました、うん、2分ぐらい前か。いやだいぶ前です、もっと前です。あの3人で組んだって話です。ああいやそれじゃない、なんかほら一発勝負でどうこうっていうやつ。ああ怖くないってやつ、ね、そう、はい、言いました、うん、だ一発勝負も飲み込むぐらいの、うんうん、技術精度を磨き込むが俺の攻略なわけだ。飲み込む、うん、そう一発勝負を飲み込むほど一発勝負でもそうだいぶもうしのげるぐらいの、うん、だら それができるかできないかの判断をした結果できんじゃねっつって。うーんなるほど、うん、それは竜ガエル戦に関してってことですね。まあ、他の組み合わせってそうだね、やなかったね、あんまりガエル使っては。それを受けてまあ別に、まあ、そう美学じゃないとおっしゃるんだったら、うん、そうなんでしょう。俺にはそう見えただけだって。まあ、うん、そうですね、俺にはそう見えた、うん、はっきり、うん、なるほど、うん、で、ただあの、うん、あなんだっけ、何を言うとしたの、飛びあ、ごめん、ちょっと忘れた。なんか、まあ、いいわ。あ、そうですか。柏君、ティッシュ。ティッシュの一つないとダメですね。ちなみに、チャットはとてつもないです。とてつもないですか。とてつもないです。何かこう、そこから拾える情報ってないんですか。拾える情報はなんですかね。だろうけど、スピードもすごすぎて。あ、そうですか。あ、ご好評いただいてるわけですね。そうですね。あ、なるほど。いや、俺も緊張感がすごい、ね、ほとばしると、ほとばしる緊張感ってこういうの言うんだな。僕はもう DVD 今かまで見えてます。すごい今日は凄まじいことになりましたけれど、いやでもすごい、いや本当に漫画を、うん、もう全く遜色がないぐらい、そうです、ね、お互いの主張がぶつかり合ってて、ね、これはだから平行線なのかなという、うん、だ梅ちゃんそれはね永久に平行線だと思うよ。攻略って100人いたら70通りぐらいできるかな。100人いたら70人だけ参加させればよかったじゃないですか、その530人参加被るのもいるよっつーさ、あれだよ、被るのもうちょいだったら被ると思うんですけど、70通りもないと思うんですけど。なるほど。まあもちろんね、これはそのどっちかがね、どっちかの考えに染まれっていう話じゃないから、あのお互いの考えを聞いて、まあ、ちょっとみんなでね、こんな考え方があるんだよっていう、どう締めましょうか。なるほど。そうですね、でもちょっとじゃあいくつかその、うん、まあ、確認したいことというか、そのお互いの思想はまあだいぶみんな理解してきたと思うんですけども、はい、ちょっとやっぱりこう、まあ、今日健吾郎先生も来てるんですけど、倉橋さんの方にちょっと聞きたいこととして、はい、その事実と違うよ、うん、王に負けた記憶なしっていう発言があったと思うんですけど、うんうん、そこに関してはどういう、その負けた、それは完全に勝敗の話、勝敗の話、さっき言ったの内容じゃない、内容っていうか、そのあ、いや内容じゃないです、内容じゃないです、負けた記憶、つまりってことは負けて一回負けてないとかそういう話じゃないよ、言っとくけど、そこは勘違いしちゃう、不思議と。でも一試合負けてないなんてことはありえないからね。ただ、うん、要するに自分の中で例えば一日、まあ、じゃあ20試合やりました、はい、その中でその巻き越したこととかそういう記憶はないですよって。それはあのいろんなキャラクターを使用した場合、まあ、場合じゃなくても仮にガイルだったとしても、ガイルだったとしても巻き越したことはない、ない、ない、断言できる。なるほど、うん、でもあの漫画の中で、うん、多分負けてないんですよ、うん、まあそうだね、別に王さん圧勝したっていう、あ、そうそう、負けてないで、うん、俺がなんで、まあ、あれはちょっとそのああいうツイートしたのは結局そのあれなんですよね、漫画で今ちょっとその漫画、いや漫画じゃなくて、あの連載、今今回の話今回の話で、それでなんかそのまあ
自分がダルシムをかぶせるシーンがありましたよね、はい、ありました。ダルシムをかぶせて、はい、まあ、多分追い詰められてかぶせたっていう表現だと思うんですけど、はい、でその自分がその、まあ、一番言っておきたいのがそのそうサガットにいきなり会ったサガットにガイルを使ってごぶらいました、はい、でそれで俺はそこでダルシムかぶせるとか絶対しないと、それはまあツイッターでも当然書いてあるんだけど、うん、要はこれがキャラが違ったら違う、バルログをかぶせ、バルログで入られましたかぶせる、容赦なくかぶせる、ああ、そうそうそう、うん、それは別に俺はもうそのどうでもいいと思ってるから、その小郷さんがダルシムをどうでもいいよと思うのと一緒で、うん、俺はバルログとかどうでもいいと思ってるから別に勝とうが負けようが、うんうん、なるほど。だけどサガットに、まあ自分の中で当然サガットガイルのダイアグラムってあるわけ、うんうん、まあ俺はサガットガイル勝ってると思ってる、はい、うん、でその状態でそのごぶられてキャラ変えるっていうのは完全敗北でしょ自分の中で、でそれはありえないよっていう、はい、やったことないですか？ないね、うん、ないですか？そのガイルサガットでいい勝負した後に、うん、あのガエルからカーソルが1個下に動いたことってないですか？1個下なんの？1個下なんの？それって何？だなんだっけ？ダルシムだっけ？ダルシムになりますね、うん、いやまあぶっちゃけ何？なんか面白い話が1個あるんだけど、はい、いいのこういうの言って、おいや面白ければ、面白ければもう一つ面白ければいいの、面白ければ、はい、まあでさ、うん、まあ、すっとぼけんなよ、いいよ、うんうん、はい、でもまあ、お前だいたい15年ぐらい前か、白虎隊本部よーく覚えてんだろ、うん、よーく覚えてんだろ、覚えてる、でさお前さなんか吹いてたよな、忘れないシーンが1個あって、うん、俺のダルシムは史上最強だっつって史上ですか、なんか言ってたよってことは戦後からずっと数えてそうそう BC いくつから一生の持ってた頃から数えて一番強いダルシムだと、そう2戦して勝った方がね確か2000年っつってやって俺勝ったんだよ、えどういうことですか、え2戦してダルシムサガットで2戦して勝った方が2000円っつって、うん、結構かけましたね、うん、そうえマジで俺勝つよっつって勝ったんだ、うん、はい、そしたらもう金ねえよとか言って鉄砲鉄砲ですか、バクチーは5ハットのやつなんですけど、それこれ勝ち、いくら殴られても文句言えないやつなんですけど、それ本当ですか、すっとぼけんなって言われたけど、マジで覚えてないすっとぼけるというよりか本当に覚えてない、それはでもあったってことですね、うん、まあ都合いいなぁそのお味噌、まあでもまあマネーマッチ自体は王さんとやったかどうか知らないけど、何人かとやったゼロではないや、それは白虎隊本部で、わかうん、まあ白虎隊本部もそうだし別にそれ以外でも、いやいや、マネマッチしたことあるかどうかは今あんまり自分じゃないと思うんです、多分ただ王さんとやったダルシム何なんだっけ、ダルシムサガットです、あダルシムサガット、ダルシムサガットでマネーマッチしたの覚えてるかって質問に対しては覚えてないっていうのが俺の正直な答えだよ、覚えてない、うん、でも、まあ、負けたっていうのも当然覚えてない、覚えてないし、まあ、確かに大昔なんで、うん、片方だけが覚えてることはありうるなと思います、それは本当に、いや本当に覚えてないのかもしれない、覚えてるのかもしれない、覚えてないのか、それは分からない、本当に分かんないです、15年前なんで、昨日のことだったらさすがにちょっと待てよってなるんですけど、15年前でまあいろいろあったでしょうから、でそれで終わりですか、その話は、んその白虎隊本部に関する話はそれで終わりです、うん、また後で話すわ、また後でなんでですかそれは あれですか、電波に乗らない形でという意味で、いや電波に 乗っちゃうかな、えいやその白虎隊本部でちょっとじゃその話の続き聞いてもいいですか、うん、2000円をかけました、うん、小郷さんが勝ちました、うん、いや俺は金はないよと、払わなかったそれ、いやぶっちゃけ、うん、こいつから金取るとか一切なかったけどな、その俺うん、金ないの知ってたし、うんうん、うん、そう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 、でそれで金ない、金ならないぞと、うん、おっしゃってでそれでどう対応したんですかその時、うん、でまあ周りはまあなんだっけな、俺の2つ上3つ上の連中が溜まっててな、
あ、先輩たちですよね。うん、そうそうそう、うん、あ、そう、お梅ちゃん知ってんだよな、ギリギリ。あ、会ったことありますし、会話もしたことあるし、うん、うん、で、まあ、ほら、みんな大人だからさ、うん、で、まあ、子供な彼を、まあ、泳がして差し上げたわけよ。はい、うん、なるほど。そう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 、で、まあ、うん、賭けはそれ以降、一切出てこなかったね、賭け対戦に関しては。まあまあ、そうですよね。うん、まあ、まあ、そりゃそうなんだ。そう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 、それから言えることは、うん、なんだよ。お願いします。まあ、要は俺はかぶせて、かぶせてか、その、マネー待ちで、はい、まあ、要は逃げた形だよね、はっきり言って。俺がまず事実だったとしてさ、うん、完全に俺が逃げてるよね、ダルシム・サガットで。うん、あ、そう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 、そうだよね、しかも金払ってないんでしょ、うん、らしいです。もらってねえぞ、うん、今日もらってもいいぞ。まあいいよ、いや、いいよ、俺はそれが、まあ俺は正直覚えてないけど、はい、そっちが絶対にそうだって言うんだったら、それはまあ当時の俺はまあちょっとね、まあ性格も別にいいとは思わないし、うん、もうだから本当に払ってなかったら、うん、もう今払うわ、その時じゃあちょっとそこはだって悪いじゃん。いや、当時俺が払ってなかったっていうのは別に金はもうプライドの話だよ。だから確かに覚えてはいないけど、そっちが本当っつうんだったら、そこでさ、覚えてないからって払った、じゃあ払わねえっていうのはおかしいから。払うんですか。払うよ。それ利息がついてないですか、大丈夫ですか。利息2万円だな。いや、いや、でもまあそんなだったら その2万で飲み行くぞ、みたいな。いや、折笠さんもいいっすよ。 ありがとうございます。え、じゃあちょっとせっかくなんで、ちょっとじゃあ何、お金の受け渡しをしろって。え、今ここで。いや、せっかくなんで。じゃあ、よろしいですか。いや、あ、まずい、あ、まずいですか。あ、まずいですか。あ、そうか、そうか、そうですね、止まってないんでね。電波盛りで。電波盛りで。そうか、ちょっと電波盛りで。じゃあ、うん、これで、まあ、どうですか、それで、まあ、もう話は多分出尽くしたんじゃないかな。出尽くしましたか、逆に。何か出尽くしましたか、ね、おっしゃりたいことがございましたが。っていうか、はい、そうそうそう、前いろいろあるんだけどさ。あ、どうぞどうぞ。あのさ、はい、クラスさ、なんで俺とお前仲悪くなったんだっけ。悪くなったというか、俺は、うん、その大郷さんが嫌いというよりか、まあ、これは俺の勝手なあの性格なんだけど、大郷、うん、さん以外でも俺はこの人は対戦感が合わないなと思った時点で、うん、自然に俺は離れるタイプの人間なんですよ。はいはい、まあ、うん、別に大郷さんに関係ないです、はっきり。今までの付き合いの中でも、最初はその仲良く対戦してても、うん、ああ、こういう人は対戦感合わないなってなった時に俺は離れるんですよ。で、それがさっき言った結局このここら辺、はい、気に食わないところ、はい、とか、それが全部影響してる。そう、だから別にそれで、そのなんだろう、ちょっと意味わかんねえ。うん、分からない。いや、分かんなくね。大郷さんとしてはそのなんかきっかけがあったんじゃないかってこと。きっかけはない。きっかけというか、もともと俺はそういうタイプの人間だってこと。はあ。え、違うんですか、それは。え、何、そういう、ちょっと待った、何、対戦感が。いや、きっかけっていうかさ、だってさ、別になんか揉めたわけじゃないじゃん。うん、だから、そうそう、確かね、俺ね、どこだっけ、どっかだって、おうっつって、うん、なんかお前がすげえ目を見て離れていくシーンが目に焼き付いて離れるんだけど。あ、そうなんだ。うん、何あれ。それを聞きたいんだよ、それのために来たんだ、ここに。すごい目をして離れていく、うん、真似していい。あ、避けるような感じ。うん、何っつって。あ、それは何の前触れもなくそれが来たってことですか。うん、だって当時俺が25ぐらいで、略行隊本部で、まあ何、みんなでつるんでたけど、うん、で、何があったか知んねえよ。で、その後ゲーセンで会って、で、何、避けるように逃げられたんだ。うん、うん、つって。それはちょっと覚えてねえな、マジで。うん、何があったんかなと思ってさ、それを聞きに来たんだよ、今日。大郷さんの中できっかけはあったけど。ああ、いや、そのきっかけを聞きに来た。きっかけ、うん、それでもはっきりさせるとやっぱりすごくいいかなっていうのは。確かにね、でも自分の中で今、その言ったように、まあ、多分その大郷さんと同じことを感じてる人は、多分俺と付き合ってきた人の中にはたくさんいるのかなって。まあでも結構俺はそういう、いや、ちょっとじゃあそれもし本当にみんなに記憶が曖昧になったら、俺ちょっともしかしたらですけどね、あの
白虎隊本部って、はい、そもそも人の家ですよね。そうだよ、人の家で、うん、で当時としては、ええ、やっぱりゲームってゲームセンターでやるしかなかったんで、まあまあはい、有料なわけですよ、ええ、お金がかかるわけですよ。ただその白虎隊本部は家主の人が基盤を持ってて、はいはい、当時としてはこれかなり珍しいです、うん、でそこに行くと無料でゲームができた、はい、で彼もまあもちろん自分もですけどゲーム大好きっ子だったけど、うん、やっぱりそのゲームをプレイするお金って当時かなり厳しかったから、うん、その川崎までの電車賃さえ払えば、うん、その後無料でプレイできるっていうのをすごく彼は気に入ってて、うんうん、最高だ最高だって言ってて、うんうんうん、で実際俺もなんかあのいやなんかゲーセン来なくなったなとそれは思ってたんですよ。白虎隊本部行って、あなんかただだからでもこっちの方来なくなっちゃったなぐらいに思ってたみたいな。でなんか大御さんとかやってるらしい。でしばらく白虎隊行ってたらなんかまた普通にゲーセンに来るようになって、彼は、うん、あれ白虎隊で結構やってたんだけどって言ったら、なんかまあな当時それなんて言ったか覚えてないけど、いやもう飽きたみたいな言い方をしてて、あそう飽きたんだみたいな。で俺は別にまあそうなんだなって思ってたんだけど、後にこれ情報かなり怪しい、だ誰から聞いたかは覚えてないから怪しいんだけど、その無料プレイなんだけども、そのレベルに差があるわけですよ。彼は当時やっぱり関東でももうトッププレイヤーだったし、相手になる人がまともな対戦になる人が少なかった。でだからその家主も含め先輩の人たちに対して弱いからあんまり対戦したくないって言ってたらしいんですよ。で、じゃあなんで来んの？で、お坊さんいないのと。うん、あ、逆に。そうそう、お坊さんとはやりたいけど、うん、その他の人たちはレベルが違うからやりたくないっていうことを言ってたら、うん、あの先輩っていうお坊さんが呼んでる人が、はい、お前ふざけんじゃないぞと言って、まあものすごい剣幕で多分かなり怖い人なんで。まあ、俺はまあ俺が先輩って呼ぶ先輩だからね。かなりの怒ったらしいんですよ。で、はい、そしたらパタッと来なくなったっていう話。ああ、それは本当本当。だから、でだからそれがきっかけなのかなっていうか。だってさ、俺さその日いなかったんだよ、うん、梅ちゃん。はい、でもうバイクにはまっててさ完全に。ーゲームなんか知らないよ、うん、なかったからさ。んでなんだっけな。うん、それであれだ、後日ゲーセンであったらつってこの KOF 割りの酒がね、それでも多分そのだから何あんのかよみたいな、先輩というところから始まったそのまあ白虎隊は、まあ、あいつらはそのなんかちょっと怖いぞみたいな、不良だぞみたいなイメージがもしかしたらそこで、まあ、いや知ってたけどまあ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 でも実際多分すごい怖い怒り方をしたんじゃないかなって。いやーその先輩のさ卒アルとか見るとさもうここまであそりがそれどうやんですかみたいなまあ普段温厚な人なんですけどね、まだその人を怒らしたって。いやまあ先輩大好きだったんだけどね俺ね。あ、うん、そうなるとその嫌そうな目というかはその先輩が原因だったから、だからその嫌悪ではなく恐怖だったんじゃないかっていう。っていうかお前 何やったのあの日。俺あれなんだ、先輩から軽く聞いただけでよく分かんなかったんだけど。いやだから結局さ、まあ、うん、言ってる通りだ、尖ってたから、さっき言う尖ってたっていうか、要はさ上がりすぎじゃないですか。遠慮しなかったじゃん俺結構言うこと。まあいや分かる、遠慮しないのは分かるんですけど、うん、遊ばしてもらってる立場じゃないですか。だからそれは違いだから俺はなんかあ認めるんですよ俺はね。それは認める、あそれ認める、あよかった、それ認めてもらえるとかなり助かりますね。今考えたらど本当違いだね、人んち遊びってお前ら弱いから入やりたくねえよっていうのは多分俺が逆の立場、人類史上初だと思うんですよ。殴られてないだけマシだよね。まあそう、本当にそう。いやーつうかあれだよな、なんかさそのさらっと聞いた話がさ、うん、もう何なんかお前さ 俺があんま行ってない時期やったな、あれしょっちゅう行っただろ、うん、結構行ってたね、うん、うん、でなんだっけな、それでお先輩に、うんうん、まあどっかで会ったんだよ、その事件があった後、うん、先輩が何この間面白いことがあったよとか言ってとか言ってなんかニヤニヤで話してくる、うん、そしたらなんか倉橋がよとか言ってなんか何か家帰ったらいてさとか言ってああ、しばらくだからね。ああ住んでたんです、うん、半分住んでたってことですか。
なんかね、鍵が24時間開いてたんだ、先輩に。ああ、なるほど、なるほど。そうそうそう。もう先輩がね、なんかもう結構すごい人です、うん。盗まれるものがなんもないだろうって。なるほど。うん、で鍵は荷物だろうぐらいの感じなの。ああ、すごいですね。そしたら帰ったら、倉橋がいてよとか言って。ほんで、何なんだっけな。なんか、おせえよだったかな。おせえよ、おせえよだったかな。いや、うん、それ対戦できねえだろうかと思ってた。それか俺がいねえだろうの、どっちか。なんか相当なこと言ってたらしいよ。で、うん、何おめえらじゃ相手になんねえぐらいな感じ。それはそう、うん、確かそんな流れだと思うんだよな。で、あれ、先輩もすごい温厚なんだよ。温厚ですよね。温厚だなって、うん、昔そんなだったってちょっと分かんないぐらい温厚な人で、うん。まあちなみにその先輩の説明をそうさせてもらうと、俺先輩との出会いがね面白くて、チルト。あ、チルト。あったろ。うん、ありました。でチルトで不良の巣窟です。まあ、なるほど。まあその前にピアっつうのがあるんだけどね。ピア。あ、それの上位互換です。どこまで行ってもそれは。もうハイザラソニック。ハイザラソニックのバーゲンで、そのハイザラソニックって言葉が何、はい、世に出た時に。生誕の地ですか。いや、うん、あるかもしれない。聖地。そうですね。もうその言葉を初めて言った時に、もう吹いたもん。ソニック。ソニックだっつって。そうそう、その先輩っつうのが、俺初対面まだ覚えてるんだけど、まあ、対戦するじゃん。はい、うん。で、まあ、勝つじゃん。はい、うん。そしたらその先輩が、で、反対が来て、お前ら。うん、うん、はぁ、あ、っつって、うん、そしたら何ちょっともうちょっと対戦やってくんねって言われて、ああ俺まああの時18とかそんなんだよ、うんうん、で、あもう俺金ないんで帰りますっつったら、うん、いきなりポッケから札出されて2000円出されて、うんうん、これで付き合えとか言って、うん、はぁ、あ、っつって1950円お釣りみたいな。なるほど、負けなかったですね。先輩これどうすればいいですか。取っとけみたいな。なるほど。そうそうそう。また怒らせてしまう。まあ間違いないです。まあ間違いない。じゃあそれがきっかけ。っていうかお前の中で俺もあれだろ、その先輩軍団の一員だったんだろ。そうだ。要は、うん、まあ。だから避けた。まあね、要するに通貨の中なわけじゃん、はっきり言って。あの先輩と、お坊さんが通過の中で、うん、全部俺伝わってるから、うん、伝わってるし、そのなんだろう、まあね、まあもう俺はもうあの人たちとは、でもそれはでもそれなのかな、ちょっと俺もね、まあまあ昔の話だから、お坊さんをその避けたというか、それが本当に原因だったか今だったら分かんない。ただ俺もちょっとつまりレブリーの立場であれなんですけど、うん、その頃からパタッと交流がなくなったんですよ。うん、ああ、やっぱりきっかけ的な。あのじゃあお互いがね、うん、悪く言い始めて、まあ、ぶっちゃここだけの話ね。ここだけの話ってまあもう全世界に広がりましたけども、あのブラジルからアメリカまで全部。なんか突然、いやお坊さんは大したことないみたいなこと言い始めて。突然ですよ。突如分かりやすいんぞ。でお坊さんお坊さんで、なんかあいつどうしようもねえやろだなみたいな感じになって、だまあその話が先輩からもあったからな。何があったのか俺分かんなくて、なんでそんなみんなね、もっと楽しく対戦しようよみたいな感じだったんだけど、いやまあそう思ってねえだろ。ガヤに騒いでるだけだ。本当にもう。本当に友達がいれば何にもいらないと思ってる人間だから、なんでみんなでそんないがみ合って、うん、っていうかさ、まず先輩にすんげえ感謝してない、うん、俺はすごいしてるよ、ちなみにあしてる、あのバカ高い基盤買ってくれて、うん、でまずすごい、だからすごい人だって、だからで、あの何コントロールボックスをわざわざ買いに行って、当時高いですからね、あの、うん、何あれさ、何まず基盤があるじゃん、はい、でコントロールボックスがあるじゃん、はい、コントロールボックスってさ、そのアケコンとまた違うんだよな、なんかこれアケコンってスカスカじゃん、言ってみれば入力信号を送るだけの、はい、うん、そうそう、ハード的な意味合いがあるんだって、コントロールボックスって当時の、うん、でそれで横並びで対戦するじゃん普通、あのそうですね、ワンピーツーピーツー、はいはい、そうですね、え、これ快適じゃねえだろうとか言って、いきなり2台買って、あ、すごい、当時そのこだわりはすごい、いいんすかっつって、うん、で床置きでやってたんだなあつって、腰痛いだろとか言って、うんうん、痛いねっつって、ああそしたらさ、その先輩がねあれやってたんだよ、あの何あれだ、あれ配管工、はあはあ、うん、で自分でやったんですか、で、ある日、うん、行ったの、うん、なんかステンレス製の何台が作られてて、は
はぁっつって俺あぐらかいて座ったらやべえよ先輩これ腰痛くねえよっつって、うん、え神様じゃないですか、うん、もう図面引いたんだとか言ってへぇすげぇ俺その人怒らせる自信ないんだけどどんなに頑張っても俺無理なんだけどここにいるじゃんいや俺多分生涯かけても怒らせる自信がないですねいやそれでね、うん、あれなんだその先輩がさ、うん、もういたろここまでもうぶっちゃけたら、うん、その先輩も、うん、がなんだっけなある日、うん、仕事だりっつって、はい、貯金で暮らすわっつってやめて、はい、で当時家に住んでるやつお前覚えてる何人かいたろ覚えてるよ、まあ、顔名前覚えてないけど顔は覚えてる5、6人いたろいたねすごい場所ですねでうち一人がさ、はい、近くにあるコンビニの深夜でバイトし始めてなるほどうん、うん、で餌任せてくれとか言って廃棄弁当がいい関係ですね賞持ってくんだうんでてめえもガツガツ作ってたろ、まあ、食ってたねうん、うん、このまま俺も食ったしうん、うん、いやもう神環境そうだからその俺もそれがいいっすであのね見てる人たちねちょっと言わせてもらうけどお前も誘ったんだけど俺え俺ですか、うん、誘ったんだけど誘ったえ誘った何にですか先輩にその環境にそのビャコタ本部ああ誘われましたねうん結構何度もそれはどのようななんで来ないんだよここにいやだってまさかの飛び火が見えるとは誰が予想できたのお前だけ安全地帯に言ってたのはもうさっきから気に入らなくてさいやもうまあ行っていただこうかそんな展開もあるんだいやだって不良多いじゃないですかすげえシンプルな回答でそれでいいんですかいや不良多くてもいいんですけど、うん、遠いし遠くて不良が多くて多重構造ですねじゃあ おいいねカメラワーク遠くてそうですね不良が多くてで俺もう一個あって俺はやっぱり叩きあんま好きじゃないんですよこれマジ今ねナロップした人はねこれマジなんですよいや今日戦いの場作ってるじゃんねいやいや叩きが好きじゃなかったんですよ、うん、今でもなんならワンプレイ5円でもいいから払いたいです、うん、ちょっと語っとけよトイレですね、うんはい、いやこれ本当でまあ現代のだ、まあ、今ねインターネットでタダでゲームできるし家庭用で遊ぶのはタダだけどなんかちょっとこうなんていうのかなこういい加減なプレイしませんよっていう保証代みたいなところがちょっと俺の中であったんですよねあるあるねあるまさかのいやだってそれで負けたらどんなプレイだから極端なことを言うと、うん金払った以上どんなプレイしても文句は言わせねえぞがあったわけですよ、はいはいうん、要するに99秒何もしなかろうが、うん、99秒飛んでこようが、はいはいまあ、文句は言えないっていうか、まあ、お金払ってるんだからそうっていうお互いの責任っていうか俺は今真剣にプレイをしてるぞっていう保証みたいな、うん、でそのタダゲーの空間にいると、うん、なんかそれこそだれるんじゃないかなみたいな彼が例えばダルシム使ってきて俺がバイソン使ってワーキャーワーキャー言ってお前が その気ならバルログみたいなじゃあ俺は青パンみたいな何を豪気みたいなで多分やめるじゃないですか、うん、やめるじゃないですかもうその時点でじゃあバカらしいからもういいやバカらしさが生まれるのが怖かったそれはちょっとありましたね、まあ、それ言われちゃうとなんか途中まで何言ってんだと思ったんですけど、うん、ちょっとなんかそれが一番の理由ですねタダゲあんま好きじゃないそのあたりは共感できる。それは別にさっきの家の話じゃないけど、うん、まあフリープレイっていうシステムがゲーセンであったりして、俺ももちろん何回か参加したんだけど、はい、いくらか払うとフリープレイ。そう500円とか、ねうん、安いもう本当に安い感じ。でそれがまあ言ってたけどやっぱりそのみんなね何回負けたっていう金額一緒だから勝つ必要ないんですよはっきり言って。ああそういう気持ちがあるんで。うん。でその。やっぱりそのプレーが軽いから軽く感じるすごく、うん、で俺は違うんだ俺別に500円だろうが毎回50円払おうが100円払おうが自分のその何だろう体制はまあ一試合一試合大事にするんだけど、まあ、全員俺みたいなやつじゃないじゃないですかまあそうだから結局そこでやっぱりそのタダゲーっていうのはフリープレーっていうのはやっぱりそのあこういうもんだなっていうのを
気づいて、やっぱり足は遠のいたね。一緒に。え、一歩ですか。ちょっと待ってください。あの、番号出せ。いや、うん、あの今21時にちょうどなったんですが、どう、あ、これって時間とかあるの。いや、いや、特になかったっすけど。もうちょっといいよ。あ、はい。いや、でも、だいぶ話の、うん、ちょっと待って、つなぐ、え、何本ぐらいですか。どれぐらいタバコがお吸いになら、1本ですか。1本ですか。いや、でも、いや、今日は、いい流れですよ。先に言っときますけど、神回ですか。本当に。それは いやだって最初やっぱこうぶつかりから始まって、でなんでじゃあこうなったの、そうです、ね、俺たちなんでこうなったんだっけ、そうこじれた間からの今まで、うん、どうですかそれを聞いて、うん、ちょっとまあ正直そのチャットの方で謝れば済むじゃん、こういうのもあるんですよ、うん、それはどうですか、あのもしそれ一言を謝って、うん、ここでえなんか謝ることあった、いやつまりそのなんて仏の先輩、あ仏と鬼を両面持ってる先輩が、それお子さんには何の説明もなしに多分そのちょっとこう多分そうだろうって、まあそうだね、離れちゃったということで、そう、うん、本来はお子さんはただ、ああまあだ勘違いを、要はそのそうです、ね、まあ要はその面倒くさがりや自分がそういうのをいちいちその何、うん、これこれこうで、うん、なんかもうさっき言ったけどこういうのもまあ当時から多分若干あったと思うんだけど、うん、まあ、気に入らない点とか、まあ、誰でもあると思うけど、でそういうのも全部ひっくるめた上で、まあまあ、うん、ひっくるめた上で離れたっていうのをいちいち、はい、その説明するのがめんどくさいのを態度で一般と出すのが俺だったっていうか、まあ、まあね、若かったのもあると思うんですよ、ね、あ、まあ今でもそうだけどやっぱりあの、あ、そうそうそう、だそれが結局そのなんだろう、俺みたいな人ってまあほとんどいないと思う、いないのかな、まあ自分ではまあ、まあ、珍しい自分ではまあこういう生き方してきてるから、うん、そのまあ自分の、うん、じゃあでそれがちょっとまあ一応そのレフリーっていうかね、うん、中立の立場であの見てて、まあこう、まあ、今回ちょっとまあ人騒動あったわけですけど、うん、じゃあまあもう中立の立場で、完全に中立の立場で見て、日が日が日が、まあそうね、あ、まあまあ、51対49ぐらい、最低でも、うん、51からあると思う、うん、51からスタートで、うん、あると思うから、うん、まあちょっとね、だって大声に負けた記憶なしっていう発言もあったし、うん、まあ、うん、まあ含めてもろもろ含めて、うん、まあちょっと一言っていうのはどうでしょうか、一言って 何に対して、あれ謝罪ってこと、まあ謝罪というかその、まあ、僕は一応、あ、だからその当然そのなんていうの、そのそういう態度を、はい、でその誤解させたことに関しては、はい、まあ、申し訳ないなと、あ、うん、思ってますか、思ってるよ、いや今話聞いたからね、あ、全部分かった分かった、全部そういう、うん、うん、なんか元々それはやっぱりその時の、うん、それで見えるような目で、うん、その話で言ったってのは多分桃さんが一番その、ああ、はい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 、しかもだってそんなね廃棄の弁当一緒に食った仲なわけだから、そうそうそう、仲良しだったのに、うん、そうだね、まあ突然なんだよってなる、なるかもしれない、もう訳も知らなかったわけ、まあそうだね、うん、そこをちょっとだから、うん、まあまあ、いやまあ自由ですけどね、まあ、もちろん自由ですけど、まあなんか、うん、久々に口も聞いたわけだし、そうですね、数年ぶり、本当に数年ぶり、絶対数年ぶり、そのまあめったくそに行ってたわけじゃないですか、すごかったっすね、行ってないから本当に、その間はないの、え、まあまあまあいい、任せます、じゃあ、まあ、戻ってこられた時に、まあ、どうするかは任せます、うん、そうですね、他だけは我々は解決しない、でもし、うん、でまあそれでまあどういうあれになったとしても、じゃあ一応その某配信が多分始まってるんで、あ、そうですね、どうやらそういう、なんでまあちょっと今日はね、それで締めるという形で、まあちょっとまあ、うん、ちょっとまあもうお戻りになるまで、うん、何かじゃあ、あの、なんか話したいことがあれば別に、いや話したいことというか、まあでも、
ちょっと待ってね。マイク入ってる入ってないの話だったんですけど、入ってます。じゃあすいません、いずれにせよじゃあ、うん、締めに入るわけですよ、ここからね。あのどうします、だから締めるのはいいんだけど。いやだからまあそれは大丈夫です。あ、そうです、じゃあお任せします、うんうん、大丈夫です。今日ね、非常に多くの方々に見ていただきました。あ、そうなんですか。何ぐらい見てるんですか。6000人ぐらい。あ、この現状、3乗を6000人、6000人が見たのね。あの見たという現実。それはすごいな。だ、東京ドームがすげえ冷えきった空気になったと思います。いや、冷えてなかったじゃないですか。全然冷えてなかったでしょ。いや、まあ、現場にいたら多分誰も口はなんか出せないっていう状態になってると思うんですよ、その漫画にいたら。あ、ちょうど、ケンゴロさんね、漫画盛り上がってきて。そう、ちょっと気合入ってたね、全。ちょっとじゃあ、王さんいない間ちょっと来ない、ね、座ってよ。え、なんで、おしゃれしてきたんだし。そうそうそう、久々にほら、怖っけな。ちょっとボンバーが。マイク。最近気合入ってんじゃん。じゃマイク、いい使う？あ、そうですね。じゃあ。あ、来たわ、間が悪いなぁ。まあね、これは彼のタイミングで、で、ね、いや、特には何もなかったです。まあ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 、まあでもなんかその、いい、あの、いろいろとあってね、うん、いや、すごく実りのある回だったなという話にはなってますよ。まあそれはそうです。お前何締めてんだ、これからだろう。いや、他の人もなんか配信するんですよ。え、何が？他の人も配信するんですよ。他の人も配信する？はい。え、何？意味わかんない。え、これからここに誰か来るの？いや、ここは来ないです。ここはもう自由空間なんですけど、うん、他の配信団体があって、うん、その人たちが配信するから邪魔になるんですよ。お、勝負しようぜ、そこの配信。いやいや、そんな。いや、違う。いや、え、ちなみに誰それ？誰とかじゃないです。いやいやいや、いっぱいいますから。いや、だから、だからもういいよ。その配信を、はい、配信の主役、だから梅ポジションは誰かってこと。あ、その配信のですか。そう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 。さあ、ぶっちゃけてみようか。なんかお前だけなんか。いや、違うんですよ。いや、だから、いや、あの、トパンガって知らないですか。知ってるよ。トパンガス、トパンガス。トパンガの配信です。が始まるんです。まあ、始まってるのかな。な、クラシー、クラシー。ん？なんかさ、安全ポジションでイラつかね。そうなんです。うん、いや、レフリーが危険を犯してどうするんですか。俺普段散々危険を犯してますから大丈夫です、それは。いや、なんか今日ぐらい安全で行けさせてくださいよ。いや、なんかね、うん、あれだよ、最近のレフリーって安全じゃねえんだよ。え、そうなんすか。これでさ、昔からね、安全ポジションでね、騒ぐの、騒ぐってやるのがね、得意なんだよ。いや、俺相当前線でやるよ。相当立て持ちだった気がするんだけどね、もうね。いや、もうね、もう本当に。え、どこ、どこが。いや、まあどこがっていうか、そういうイメージや、やっぱり俺は。よっ、まあ、ずるいな。いや、じゃあ、賢いと思ってる、賢いと思うけど。ちょっと、じゃあ、あえて言わせてください。前に出すぎ。その、弾飛んできてるのに、あの、盾、装備なしで突っ込みすぎてるから。いや、じゃあ、梅ちゃん、はい、ちょっと待った、はい、だから、梅ちゃんさ、はい、お前、サービス、はい、聞けよ、はい、サービス業やってるって自覚あるか。あ、今ですか。そう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 。いや、はい、ありますよ。あるだろ。見てください、これ。こんなの、うん、買ってきたんですよ、今日これ。これ、そうそう、あれ、なんかお前ここなくなってんじゃん。あれは取れました。じゃあ、はい、じゃあ視聴者の皆さんにアンケート取ろうよ、はい、あの視聴者の皆さんさ、あのちょっと待って、引っ張った方がいいよね、もっと面白い話。いや、どう思う。コメントで、コメント見る。いや、でも、だいぶ話はいいところに落ち着いたと俺思うんですよ、正直。だっていいですか、ちょっと、うん、じゃあちょっとだけ喋らせてもらっていいですか、うん、じゃあ30秒。いやもうちょっと。いいね、35秒。35秒で話すと、うん、最初はやっぱりもうすごい雰囲気で始まって、うん、お互いもうピリピリしてて、でも、まあそこでぶつかり合ったんだけど、でもなんか俺たちなんでこんなことなっちゃったんだっけっていう、もうなんかドラマみたいな、青春ドラマみたいな展開になって、しかも原因も多分これだろうっていうのが分かって、で今ですよ。
最高の流れじゃないですか。はい、終わり。いや、だから終わりましたよ。終わらせましたよ、なんなら終わらせましたよ。笠井君、梅にビール。いやいや、ナイスです。いや、あの、今日はレフリーだし。いや、最近のレフリーがあって、話した直後だろ。いや、最近のレフリーの話。いや、まあ、じゃあちょっと置いておきますけど。いやいやいや、大丈夫です。いや、大丈夫。じゃあ、で、うん、いや、乾杯だ、乾杯、ほら。あ、乾杯します、じゃあ。うん、はい、はい、はい、どうも。え？じゃあ、本当に、今日はもう、楽しい思いさせていただいて、それだけでもお腹いっぱいでございます。じゃあ、本当に申し訳ないんですけど、多分本当に。え、終わり？さまざまな関係で。いや、でもだいぶやりましたよ。はい、なんなら、ちょっとこう、延長にまで、もう十分食い込みが、なかなかの問題ございます。じゃあトパンガと、はい、これ誰どっちが見たいか、いちょっとアンケートお願いします。ちょっと待ってもらう、すごいぞ。いや、そう、その何、山本社長には申し訳ない。山本じゃないっす。山本じゃないですね。違う、山本はまた別な社長がいますけど、うん、別な社長ですね。ほら、こっちこっちこっち、え、9.9対0.1だぞこれ。いやいやいや、まあでも確かに今回はすごく俺も面白い配信だなと思いました。それはおめえはな。いやいやいや、本当にっていうかさ、まず言わしてもらうよ。まずお前昨日電話した時にさ、はい、あのさ、声のツヤっぷりがすごかったよな。どういうことですか。え、何、あのさ、あの大郷さんとか言っていいこと思いついたんですよつって。いや、まあ出てもらいたかったんで、それはね。いや、ちょっと35秒はい、わかりました。で、何、そのいいことっていうのは、ほら、想定ついたって言ったじゃん。ああ、はい、うん、うん、で、この場を設けるんだろうなと思ってて。あ、そうですか。そん時のね、説明のこいつの声のツヤっぷり、ツヤ声のツヤっぷりとしても分かんないですけど、その、弾んでんの。ああ、もうウキウキしてた、その母音がはっきり。母音が、母音がはっきり。まあ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 、そう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 。あ、延長あと1分。じゃあ、倉賀さんの用語では何かこう最後に、なんかないですか。ないですか。特にないですね。ない、ない、わかりました。ない、うん、じゃあですね、でもこれ一応締めとして、はいはい、まあ、最終的にはね、なんで俺たちこうなったんだっけっていう、はい、いいシーンもありましたけど、やっぱり、はい、今日のメインは、はい、その、俺は美学なんてものは邪魔である、はいはい、そくらいだ。で、大郷さんには美学があって、それが彼を二流にしている、はいはいはい、で、大郷さんは、いや、そんなの美学じゃねえだろうと、うん、俺は自分の理論を突き詰めた結果、あのスタイルになったんだ、はいはい、で、これどっちが正しいか分かんないっす。そう、全然分かんない、うん、でもなんで、うん、もうこれは、はい、今日はね、大郷さんビール飲んでるんで。いや、待った、はい、お前俺の弟子だろ。まあ、弟子、まあ、弟子弟子かな、まあ、弟子ですかね。弟子、まあ、弟子でしょう、弟子かな。え、で、なんですか。うん、うん、それで何、まだレフェリーやっちゃう、まあ、最後ぐらいさ、こう、あれだよね、本心聞きたい人。本心聞きたい人。本心はまあね、はい、あの、配信の見てる人も、まあ、そんなものはもう取る必要もないほどに結果は見えてるんですけど、じゃあその本心を、じゃあ本心って何のことですか。例えばお前の対戦感をちょっと聞かせてほしい。ああ、そういうことで、うん、あ、まず、いや、俺は本当に中間っす、お二人の。本当にもうこの絵面通りっすよ。本当にこれが、うん、右に真ん中左という状態が完全に、本当にこの位置だと思ってる。っていうか、なんなら、ここに信用ってしてくれた2人かもしれない。え、何、もう一回言って。ここにしよう、こういうポジションで行こうっていうふうに、幼少、幼少じゃないですけどね、少年時代に決めるきっかけになった2人かもしれないです、もしかしたら。いや、そうです。でも、いや、これ嘘だと思ってるかもしれないけど、結構本当で。っていうのは、そういう思いがなかったら、やっぱり漫画でもあの時代やんないんですよ。あそこでその骨組みができたなっていう自覚があるから。いや、それはみんな分かってんだよ、梅ちゃん。分かってます。じゃあ、まあ、はい、うん、いや、それでさ、はい、何、梅ちゃんだけなんかこう綺麗にフェードアウトしようとしてる。え、だってこの件に関しては綺麗じゃないですか。っていうかな、お前な、まずな、お前監修って書いてあるけどさ、はい、してねえだろ。
あ、だから最近はそうですね。あ、でも要所で今見つ聞いてる。ちょちょ、見てる人関心ないって。ちょっと待って。聞いちゃったよねこれ。いや違います。それは要所で、うん、いやっていうのはやっぱりすごいんですよ。原作と作画のねコンビプレイが。うんうん、だから入る余地ないんですよ、うん、だから俺は要所で この時どんなことがあったって、まあ、うん、もう言葉ですけど、まあ、資料提供みたいな感じですよ。こうでした、こういうことありました。いや本当にいやマジそうですよ。顔芸がお前の。いや本当です、本当です、本当す、いやそれで、うん、何いや何の話だっけ。あ、そうだ、いいポジションだ、はい、うん、そう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 。で、ぶっちゃけとばっちり受けたとしか思ってないんだけど。何のですか、これ。この回ですか。そう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 。でもまあ当然梅ちゃんが一石儲けるとこあんのかなっつってさ、そのケンゴロウ先生とかもね、なんか作者ね、はい、そので何まあ恩に切るみたいなことをまあ言ってくれたんだけど、これに出ることによってね、あ、はい、うん、ぶっちゃけそんな必要全くないの、角、はい、角川書店の人と、あ、はい、うん、まず梅ちゃんだよな。で、何が欲しいんですか。はっきり言ってください。なんかさ、2000払いますじゃん俺が代わりに。それも下がるだろう。本当に。俺が2000払いますよもう。まあとりあえずダルシムの分。あのケンゴロウ先生に送ったあのリアル俺の1100刀。あ、あれっす。ああ。あれっす。書かせていただきます。起きたよ。ああ。じゃあまた登場するわけですね。もうなるほど。1100刀が。いやもう素晴らしい。いやもういや息子が読みたがってあの漫画単行本。あ、そうなんですか。見せらんねえんだよ。あ、そうですよね。でも自分のお父さんがね、うん、そうそう、もうゲーセンに連れてっちゃうとほら悪影響があるからな。あ、梅ちゃんみたいになっちゃうから。いや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 、まあまあ、いやでですよ、そうそう、話が途中でしたけど、うん、その、まあ、その美学の部分と、はいはいはい、そうじゃない部分っていうのがぶつかって、うん、正直みんな、いや、どちらにでも結局だって一致してるのは、いや俺は勝つために何でもやるよ、うん、俺は勝つためにあのプレースタイルだよ、はい、共通してるのは勝つためだよ、はい、これは間違いないですね、うん、間違いないですか。うん、だってあれじゃん、勝つためにやってんじゃん。いや、そうそう、もちろんそうです、うん、で、だったら、うん、そうやっぱり俺たちプレイヤーなんで、うん、あの実際に戦って、はい、そうですね、決着つけませんか。ああ、その流れはい、いや、はい、いや今日はもうビール飲んでるんで、だし、まあ、まあ、多分2人とも、まあ、スト2今現役でそんなプレーしてないから、はい、練習期間、準備期間が必要だと思います、うん、はい、ね、で、ちょっと、まあ、せっかくね、こういう間もあったんで、はい、ちょっとじゃあ、まあ、あのね、あの俺の大好きなあの海外ドラマで決闘裁判っていうのがあるんですけど聞いてねえよ。あの決闘裁判って何かっていうと、はい、裁判やってどっちが正しいか分かんないときに戦って勝った方が正しいってことにするんですよ。あ、決闘裁判して、うん、見ませんか。うん、じゃああれだ なんかさっきガエルの飛ぶ飛ばないの話になったけど、うん、ガエル使うわ。ガエルですか。ガエルでいいよ、うん、ということは倉橋さんは。いや、ガエル使わないだろ。そうするもう竜しかない。竜、まあ確かに、あの、まあそうだね、ガエルで来るんだったらまあ竜になるよね、それはね。ダルシムじゃなくて、あと、まあ期待裏切ってもいいけどさ、じゃあダルシム禁止でお願いします。その日だけは。はいはい、じゃあ倉橋龍対オモガイル。え、これはちなみに、はい、じゃあお互いこれは負け、勝った負けた、もうゴムの組み合わせってことですか？噛んでなし、辛さなし。よろしいですか、お二人は？うん、いいよ。まあ、じゃあ勝敗上だった方の勝ち。ということですね。でな、はい。うん、なんかほら LINE で仕込んだ。いやいや、それ言わないでくださいよ。それ言ったら意味ないじゃないですか。で、当然お前もやる。いや、だから、うん、どうなんすかね。本当にやり、だって俺何使えばいいんですか。いや、とりあえずさ、お前が竜使え、二人とも。俺竜っすか。竜だって、お前竜以外なんか絵的にだろ。一応ほらスト5でもお前竜やつだろ。まあそうですね、うん、弱いっつってガエルに。残念なあれ。マジで。まあ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 そうですね。あ、残念だったな。まあ置いといて、ええ、でももう竜ガエルでいいじゃん。俺も竜っすか。俺も竜使って王さんのガエルっていうかね、はい、そうそう、だから LINE で送ったけど、うん、
だお前に、何お前とさ10年ぐらい前ちょこちょこやってた時にさ、はい、いやガエル結構上手くなったんだって、あ言ってましたね。でお前に言うと、はい、対戦するじゃん、はい、でやられるじゃん、はい、でとか言って、その後お茶して、はい、つって今日上手くなったって事前に言ってたけどどの辺が具体的に上手くなったんですかって言ってまあ冷静に突っ込んでたよね、その具体的な部分をね、はい、あれだね、うん、お前に見せたいわ。あまあでもそれだとなんかちょっとおかしなことになりませんか。だってこことここをそうはねこうですか。いや三つどもえでしょ、やるしかなくなりますよね。三つどもえっていう両方な条件でその総当たりですよね。総当たりだまあまあその細かいことは、はい、もうお前考える。じゃあ俺もその争いに参加するという参加する。そうですね。なあ倉橋、このまま綺麗に、なんか2人で対戦がどうこうってさ、お前納得いく？いや別に俺はそこの点に関して納得いいよ。いやどこまでも平行線ですから。もう我々には届かないどうしたって。てか俺はこの LINE を見せたっていうの？この発表したよ。はい、なんだろう、王さんとやるんだったら、まあガエルサガットもしくは竜サガットになると、あ思ってた。想定してた。やるんだったらね。じゃあそれをやったらどうする？ただ俺は別にガエルだからって別にまあ予想とは違ったけど、じゃあ受けないってことは絶対ないし。うん、でも結構個人的な意見として、はい、王さんのサガットをみんな見たいんじゃないかと思うんですよ。それはまあ視聴者目線で、まあ、漫画のね、そうですね、あれを実現するんだったらガエルサガットになる。それもやりませんか。違うね、あれなんだよな、そこ結構リアルにさ問題でさ、はい、うん、マジ時間ないのよ。時間がない。また2キャラはできないってことですか。そのあれなんだ、まあ、子供の面倒土日あってさ、はい、で、ね、兵にたまに行ったりするんだけど、うん、子供と一緒に、はい、であれなんだよな、子供一人でさ放置してくとさ、うん、店員にたまに、うん、君どこの子注意されてんだ。でケイちゃん、まあ子供ケイ、はい、ちゃんを椅子半分後ろ座らせて椅子前半分俺ですかね。じゃあどっちかしか使えないってことですね。サガットかガエルしか使えない、うんうん、そうね、微妙だね。つうかもうアッパが出す自信ないよ今俺、昇竜拳を、やってなさすぎ。サマー簡単だからな。ガエルサガットはかなりきついでしょ、うん、いやきついんだけど、別にそれはお互いの間にこれぐらいのキャラ差だなっていう、うん、このいいあれがいいあればだったらハンデ戦でいいじゃん。ああなるほどね、最初から勝ち、うん、うん、6-4 だったら6割以上勝った方の勝ちだし、まあ、それについて言えば、うん、ちょっと言わせてもらうけど、うん、キャラ差は当然あるのは認めてるけど、うん、俺の中の勝ちの判断はどっちが1回でも多く勝ったかだから。ああなるほど、うん、なるほど。だからじゃあサガットなしでお願いします。いやだから俺は別にサガット仮にサガットガエルでやるんだったら、その例えば5先だったら5先で、それはイーブンだよ。ああなるほど、うん、それは関係ない、関係ない、受け入れられる。あなるほど、わ、うん、かりました。それはそうですよね、そういう考え方なんですか。意見はだいぶ出尽くしたと思うんで、多分なんかここでバッと決めることって難しいと思うんです。なるほど、話し合って、はい、明確にお互いが納得のいくルールで、で、まあ、視聴者さんも楽しめるようなものをちょっと作り上げていけたらなっていう。はい、わかりました。でもじゃあ対決することに関してはじゃあ、まあ、OK、 はおっとけということで、うん、はい、じゃあ僕も何らかの形でじゃあそこにそうですね、もう止めながら。いやいや、ちょっとお前練習してこいよ。でも俺、いいっすか、じゃあっていうか、そうちょっとレフェリーをやる、ついに、ついにレフェリーの金を解く。いや、うまいね。と、憎たらしいね、このタイミングで。俺でもひげ、あれそれ自前？ひげは自前っす。ひげは自前っすけど、いや、俺負けないっすよ、絶対。おっおきた。だから花持たす、なんかね、ちょっと花持たせようかなと思ったんだけど、俺参加したらだって俺勝つから。今の発言で全てが整いました。場面全部がこう完璧になりました。弱えやつらがなんかずっと揉めてんなと思ってたんだ。やべえ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ行きたいです。まあとにかく。分かった分かった、じゃあやるやる。あ、やるよ。これ大御さんか。すいません。いや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 。
いやそう来てくれて嬉しいよ、梅ちゃん。いや、そうするしかないんじゃないですか、今の。そうだね。流れね。そうだね。じゃあ、またじゃろ。3人でやろう、久しぶりに。よし。お、決まった、決まった、決まった。いやー、楽しいね。うん。答えは、何らかの会場をしっかりと借りて、そう。光と、音の中でやれたなと。もう PV 作るから、みんなの。いや、別に下船でよくね。PV って何？あおりとか。プロモーションもちろんそうです。それはもう。そんな頑張っちゃうんだ。はい。うん、負けたらもう、うん、二度と、もうね。倉橋さんに叶いますよ。久しぶりだな、3人で対戦するなんて。いやー、ね、20年ぶりぐらいかな。言い過ぎ？まあ、それ言い過ぎだけど、まあ、でも、まあ、でも15年ぶりぐらい。結構そうだね。もう本当に。うん、最後に対したら多分19年。あ、そう、3人でってことを仮定したそうだね。20年ぶりぐらいだね。あ、梅ちゃん、俺の6個下で俺が25か。そんなもんだな。そんなもんですよね。だと、これメーダー前とかな。そうそうそう。うん、だって先輩怒らして、そっからって、3人で会うことなくなっちゃったんだもん。あ、悲しい。今日はお坊さんと、俺今日は三重県とみたいな感じで。こう盛り上がろうと。そう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 。あの夜大したことなかったですよ。お互いって。お互いって。そうそうそう。最後のね、そう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 、それが今じゃもうね、ついに十数年の時を経て、これ3人戦うのはこんな素晴らしいはないですよ。じゃあやりましょう、はい、ちゃんと場所も借りて。わかりました。じゃあこれで今日は締めとさせていただきます。本当に二方は特にじゃあ大丈夫ですか。もう言い残しはない。あ、じゃあ視聴者の皆さん、何、自分のガエルちょっと見といて、本当飛ばないから結構ガエルしてると思うんだよね。うん、楽しみで仕方ないイベントが今発生しましたので、ちょっとね、ドネーション読み合い多分今日アンドリューがいないので、まあじゃあまあそれはまた、ええ、次回、はい、じゃあ次回ということで告知は何かあんのかな。あ、そうだ、あとサソリ君対戦よろしく。あ、あと失礼して、ちょっと私の金曜日ちょっと、あ、明日折笠さんの、明日じゃないです、明後日です。明後日、ごめんなさい、折笠さん、じゃあここ前出てきて。失礼します。はい、こんな格好で失礼いたします。はい、じゃあ、え、前ですか。前でしょ。あ、失礼します。じゃあ、金曜日、出ます。マチャボイの、マチャボイのさん配信。それで、ちょっとスペシャルゲストをちょっと今回呼ぶ予定になっておりますので、ぜひご興味ある方は見てください。はい。はい。よし、じゃあ、はい、この辺で締めとさせていただきます。はい。はい。じゃあ、See you later ということで。はい。じゃあ、はい、さよなら。ありがとう。